皆さんどうもこんにちは、映像プロデューサー、リットです。どうぞよろししくお願いいいたしますはい、というわけで、すね今回はですね皆さんにお礼を言いたくて、この動画を撮っております。やっとです、ね、2000人、<laughs> 登録者数がねなんとか2000人ね、えー、クリアしました、今日はい それで皆さんにちょっとそのお礼と言っては何なんですけれども本当あんまり教えたくないんですけれどいつも僕はあの映像クリエーターはねマーケティングのスキルを身につけた方がいい,っていう、ねまあ、技術を身につけた方がいいっていうお話をたびたびしてさせていただいているんですけれどもそれでですね、まあ、ちょっと皆さんにこのね3冊の本をご紹介できればなというふうに思っておりますのでぜひともね最後までご視聴いただければ嬉しいですそれでですすね、えっと、最初に申すべきことというのがです。 えっとなんとかね2,000人えっとね僕このチャンネル始めてから、えー、1,000人まではね結構おかげさまでね スコンスコンスコンと言ったんですよ2ヶ月以内で確か1000人はクリアしたんですねそれでそこからですねなか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 っていう感じでやっぱりなんかあ1000人から2000人に行くのに倍ぐらい時間かかっちゃったよなとかっていうところもあってまあとはいえまあなんとかね2000人っていうところをクリアして今度は3000人クリアした時に皆さんに何か本当は お,お伝えしたくないんだけどなっていうようなことを何かお伝えしていきたいなというふうに思っております。なのでまたねあの今後ともどうぞ応援していただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、えー、早速なんですけれど、えっ、ー、とこのね今日はこの3冊の。 本を持ってまいりましたこの3冊とも全部マーケティングを学ぶ上で大げさに言うとですね、まあ、マーケティングといっても結構幅が広いわけですねでそもそも映像クリエイターがなんでマーケティングを覚えた方がいいのかっていうね、えっと、このことについてはまあ他の動画でも再三ずっと言ってきてるんですけれども、まあ、この動画を初めてねご視聴いただいている方のためにさらっとだけちょっと言っておくと映像クリエイターをどういった目的で始められたかってこれにもよると思うんですよなので みんながみんな映像クリエイターは絶対にこのマーケティングを、ね、学んだ方がいいってこういうことを言うつもりはもちろん元ありませんところが映像クリエイターをそのプロとしてやっていきたい、まあ、要は成りわとしてこうやっていきたいってなった時にですねどのみち絶対に必要な知識である こととはは間違いないな僕は思ってるんですよ例えばそれがいやいや俺は映画を作ろうと思ってるんだから別にマーケティングなんてそのマ,ーケティマーケッターに任せりゃいいでしょってこともあるかもしれませんしかしですねいきなりそんな立ち位置映像制作だけを取り持てるような形態で映画を作れるようになるっていうのはちょっとねステップとして考えにくいと思うんですよで最初は自主制作なり何なりで、まあ、例えば作りますよねで作って 言っったたらはいいけれれど人の目に触れなかったってことはもうななかっったここととと同じことになってしまいますよ、ねまあこれは今世の中にある全てのものもそうだしサービスもそうですし、えー、全てがそうだと思うんですよ。ってことはどうやってどういう人たちに届けることができるのかなっていうところまでを設計して初めてクリエイターだって僕は思ってるわけです。フリーランスでですねこれからまあちょっとエゾクレーターで飯食っていきてんだっていうような。 方はですね、えー、ぜひとも覚えておくに越したことはないというか、これを覚えることによって、すごく力がわりができちゃうんですよ、まあ、要は優位性というものを持つことができます。で、まあ、正直言ってですね、映像クリエーションというのは、もう映像クリエーターでもたくさんいるじゃないですか、もうね、日本国内だけでもたくさんいるわけです。まあ、なかなかね、一フリーランスで、じゃあ今、独立したばっかりの人がですね、急になんかその仕事がバンバン入ってくるなんていうことは、まあ、なかなか通常起こり なないわけなんですよこれはもう皆さんもね直面されてる方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども僕も例外なくそうでした、えー、特にまだね20代30代お若い世代の方とかからするとなかなかそんなね、えー、と周りにバンバンそのもうね 会社起業してるような友達がたくさんいますなんていう人ってごくわずかだと思うんですよそんな限られた人たちだけだと思うんですよねじゃあそういう環境を自分で作れるかっつったら作れないわけじゃないですかねやっぱり外的要因っていうのは自分で設計することができません飲み会に行くとかサーカスに、まあ、例えば出るだとかねビジネススクールとかそういった中で、まあ、コミュニティを作ってとかみたいな感じの中で、まあ、そういった社長さんたちとこう知り合うっていうね、まあ、そういうのももちろん手段としては いいと思うんですしかしですねその以前にその知り合う出会うっていうことももちろん大事なんですけれどどういうことができる自分なのかっていうことがまず一番最初に問われてくるわけですよね、はい、でじゃあ映像くれた映像作ってますっていうことだけだったら「俺こんなかっこいい映像作れるんですよ」もうこれすごくよくないですか?」「かっこよくないですか?」うんかっこいいね」 でねうんまあ、そこで、じゃあ仕事に必ずしもつながるのかというと、まあ、それを聞かされた側から、どういったメリットがこの人と付き合うことによってあるのかなということって、やっぱり必ず見られますよね、でそこで判断して、なんか、あこの人とは一応つながってる方がいいかな、今すぐには用,用はないかもしれないけれども、ただ、まあ、つながっておくに越したことはないかなって、いかに思っていただけるかっていう、そういう自分であるということが非常に重要なわけです。で何を申し上げたいかというとです、ね、まあ、今、もうこの映像をくれただけじゃなくて、 あらゆるる業種がそうなってきてきと思いませんか映像クリエーターにとってかっこいい動画が、えー、素人の人が見てですよ素人の人が見てわこれかっこいいねこれ絶対プロが作ってるよねって思ってもらえる水準まで持っていくっていうこの技術は、えー、絶対必要不可欠ですそれをもちろんメインとして知り合っているわけですし、えー、それをお仕事としていただいているわけなので、えー、そこはきっちっとこなせるっていうねここまでの水準っていうのは絶対必要だと思うんですよ。だけどそれ プラスですね、何かをかけることによって、えー、ものすごく自分の希少性の倍率がですねぐーっと ととか上がっててくるいいいうお話をいつもさせていただ、いいてるわけなんですね。はいまあ、簡単に言うと、ですね、まあ、今,日今回の話で言うと、え映像クリエイターかけるマーケティングもできちゃう、ね、例えばセールスコピーがかけるだとか、セールスライティングができるだとか、そういったことができることによって、ですね例えばね今、僕のこのチャンネルでは、あんまりね、そのセールスの要素あんまり出す必要がないので、一切そういうことを入れてないですよ、要素を入れてないです。でチャンネル登録者数どどんどん増やしていこうと思えば できますはっきり言って、そのタイトルとサムネイルでね、YouTube ってほんと簡単じゃないですか、タイトルとサムネイルだけで、どんどんインプレッションを増やすことができるわけですから、なので、そもそもインプレッションされなければ、まあ、要は表示されなければ、クリックされるもクソもないわけなんですよね。ということは、インプレッションされないといけない、インプレッションされるためには、YouTube はどういったアルゴニズムを持ってるのかな。 っていうねここをまずは読み解く必要があるわけなんですが、これ非常に簡単なことで、もうインターネット調べたら、もう、ね、いくらでも出てきますよね。なので、もう調べるのは10人いれば10人ともができちゃうわけなんですよ。だから、ここに関してのそんなに、えー、と大きなその力の差っていうのは、多分出てこない、じゃあ、どこに出てくるかっていうと、クリックされないといけないわけですよね。ということは、興味を持ってもらわないといけないわけです。で、僕たちの動画を皆さんはどういうふうにして、まずそれを見るか見ないかっていうのを判断されてるかっていう。 ともう本当にね、皆さんご存知の通り、タイトルとそのサムネイルですよね、サムネイルがまあアイキャッチになりますよね、それでタイトルがヘッドラインになってくるわけです、ちょっと専門用語を使えば、ヘッドラインですね、でヘッドラインというのはキャッチコピーです、でキャッチコピーが自分に合ってるのかな、どうなのかな、自分が欲してる内容かもしれないなっていうことでクリックするわけですよね、でサムネイルはそれのアイキャッチですから、必ずしもタイトルとサムネイルが一致している必要も特にないわけです。まあ、要は目で見て視覚的に にこれはあなたにとってすごく必要な情報ですよっていうことを狙った人に狙った通りの行動をしてもらうっていうためにあるものがサムネイルですのでですのでまあそういったことをじゃあどういうものがそういうものに当たってくるのかっていうことを確実に仕留めにいくようにできるかどうかってここがこういったマーケティングの知識があればスキルがあればですね 簡単にでできてしまうんですね僕は今、あの映像クリエーターとして、まあ、このチャンネルを運営させていただいているので、まあ、あまりそのマーケティングの要素をあまり強く、ね、お話をしてきたことはそんなにはないんですけれども、えー、ただ、こういった、まあ、周辺の、ね、浅いところだけをすくってお話をしてきたことはあります、しかし、えー、具体的にどういうふうなもので、どういうふうに勉強していけばいいのかなというふうなお話は、ね、ちょっとこのチャンネルの趣旨からとはちょっと離れ外れちゃうので、まあ、あまりしてこなかったんですよ。ででも必要ですよとということはずっと言っ言てきましたで、えー、今回 今回ね、この本ぜひとも読んでみてくださいまず1冊目これです「脳科学マーケティング1000の心理技術」。 っていう、ね、ことで、これね、ダイレクト出版っていうね、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、まあ、マーケティングなんかを勉強されてる方は、必ず知ってらっしゃるであろう、このダイレクト出版さんから発刊されている本でございます。で、これ、3700円ぐらいするんですけど、まあ、普通の書籍に比べるとず、ちょっと高いですよね。大げさに言うとですね、まあ、この1冊だけで、まあ、例えば今、これ、YouTube を今、伸ばしたいなと思っておられる方が見ておられる場合だったら、 もうねあの、そういうセールスコピー全然書けます。まあ、要はタイトルがそういうタイトル書くことができます。結構 簡単に書くことができますよくね YouTube を伸ばす方法なんかみたいなそういう動画をねあのチャンネルで運営されている方たくさんいらっしゃるんですけどどちらかというとああいうチャンネルでお話しされていることのその多くがですね、まあ、その YouTube のアルゴニズム的なことだったり仕組み的なことだったりっていうのが多いと思うんですね。でこ,これはどちらかというとこういった本マーケティングの本とかこういったマーケティングを勉強するっていうことっていうのはどういうことかというとどちらかというと本当にそれをさらに具体的に つつずつこの細分化させてですねまあ例えばタイトルの頭の方にこういうものを持ってきた方がこういうタイプの人に心に刺さるよねっていうことがまあ要はコントロールするようにできるようになってくるわけなんですよそういったことを学ぶとすればやはり YouTube のジャンルなんかとかでもマーケティングとかねそういったものに特化されたチャンネルを見る方が YouTube って僕伸びるんじゃないかなっていうふうには思っておりまして実際ね僕も YouTube のコンサルティング今まで何人もやってきたんですけど実際その方法でずっと 伸ばしてきたんですよ。なので、伸ばすのはね、すごく簡単なんですね、あのチャンネル登録者数とか、再生回数なんかをね、伸ばすのは簡単です。で、インプレッションさせればいいって、まあ、極論を言うとこれだけなんで、インプレッションなるべくたくさんされるように作って、でなるべく、 ククリック率を上げるまずは入り口ここなんですねでじゃないと、どんだけいいコンテンツを例えば作っていたとしても、開かれなかったらなかったことと同じことになりますからね、当然、中身ももちろん、中身がも,もちろん一番重要です。ところが、それはチャンネル登録をしてもらうっていう上では、中身が重要なんですね。 しかし、まず見つけてもらわないことには、中身がいいかどうかなんていうことは判断、誰にもできないわけですから、まず入り口としては、見つけてもらう技術を身につける、これがですねまあ届ける技術っていうことになってくるわけなんですで、そういったことが、例えばこういった本とか、ちょっと中のね、内容なんかちょっと話し出すと、ちょっとね、かなり長い内容になってきてしまうので、ちょっと興味のある方はね、ちょっとこれ、ググってもらって、内容、ちょっと簡単にね、説明されているようなものが、ウェブサイト出てきますので、そういうのでね、 ちょっと調べてみてもらったらどうかなと思います。であと、これです。これはですね、コピーセールスライティングハンドブックっていう本なんですけれど、これね、ロバート W プライさんっていう方が、外国人の方ですね、が、あの、 発刊された本なんですが、なんとね、今もうちょっとこれ、さっき調べたら売ってないんですよ、もうかなり古い本で、えこれ、確かね、僕、10年近く前に買った本で、ちょっとなんかもう、きばんじゃってんですけどね、こういうところとかね、もう本当に、もう、ボロボロもう何回も読んでるんで、ボロボロなんですけど、これはね、本当に参考になります。で、Kindle 版だったらまだあるんですよ、で、これ、紙のバージョンは、古い本とかだったら売ってましたけどね、えこれ、ちなみに1880円な んですけど、古本で買ったらもっと高いです。はい、で kindle で買うことをお勧めします。kindle だったらね。もうすぐダウンロードして読めますし。ずっとスマホでずっと読めると思うので、まあ、そっちの方がいいかなっていう風に思います。はいで最後に。この。 ちょっとクソでかい本、これね、これもね、さっき出てきました、ダイレクト出版っていうところのね、会社が発刊してる、まあ、これ5000円ぐらい、確かしたんですけどね、この本ね、ちょっとかなりでかくて、分厚いんですよ、でちょっとボリュームが結構なボリュームなんですけど、より実践的な例がね、 たくさんげられてる本で、これもね、かなり僕は参考にしています。でえこういったものを、まああのね、今、これ、変に流れ的にこうちょっと YouTube を伸ばす方法みたいな方向の話の流れっぽくなっちゃってるんですけど、決してそういう話をしているわけではなくて、ですね、これ、なんでこういうことを学んだ方がいいかというと、ここが本質なんですけれども、今回の動画のね、えこういったことをシナリオにして、動画作るんですよ、そうすると、売れるに決まってるじゃないですか、もの。 ですよねはい、なので、のクライアントさんの売り上げを上げてあげることができたり、確実にこう集客をしてあげることができるようになったり、まあ、もちろんね、それ1回、2回上げたからどうこうっていうもんじゃないんですよね、こうデジタルマーケティングというのはね、何回見せるかとかっていう、まあ、よく心理学的に言われる7回見せれば効果は、7回から10回そんな変わらないとか、なんとかっていうような研究データもありますけれどもね、なんせ何回見せるかということも重要だったり、まあ、それ以外にもいろいろと要素はあるんですけれども、 ただ、見せるものが何なのかっていう、ここでコンテンツ力でかなり大きくね、変わってくることは、僕ら。 ね、僕たち、その映像クリエーターっていう立場から言うと、そこははせないわけですね、じゃあ、どんなシナリオでかっこいい動画を作るのかって、ここになってくるわけです、マーケティング要素だけをしっかりとこう入れ込んだ、セールス、まあ、何か売り込む、まあ、サービスなり、リクルーティングしてほしいんだとかっていうような、そういった相談なんかも受けることができるようになってくるんですよ。そ、まあ、そういいっっったもももののののを、ね、え作れるる会社さささんんんは他いくらでであありります最てががやっぱりねね、まあ、電通ととか箱さんとか、ねまあ、そのノウハウハ あるわけですよリクルートさんとかね、ああいった大企業っていうところはね、で僕たちやっぱり弱小ですから、やっぱ弱小は弱小のに合った戦い方をすべきだと僕は思っておりまして、大企業がやってるやり方を個人がやったって勝てっこないんですよ、もちろんね、そもそも勝てない、でまあ、負け戦をやっていくからずっと負けっぱなしなんですね、叩かれて叩かれて、価格も安くするしかなくなってとかっていうことが起こってしまうんですけれども、えー、弱小にしか戦えない方法っていうのが、またこれもこれで、 あると僕は思っていて、そこがブルーオーシャンだと僕は思っております、この映像業界に関してね。 はいでまあ、何かというと、かっこいいシネマティックな動画で、まあ、こういったシナリオを作るということなんですよ、まあ、簡単に言うとね、ね他にもいろいろありますよ、他にもいろいろありますけど、まあ、例えばで言うと、1つ紹介すると、そういうことをですね、誰でもが思いつくことだと思うんですが、なかなか誰でもができてないことだと僕は思っていて、かっこいいだけの動画を作れる人、世の中たくさんいます、でこういう映像を使って、セールスをかけるっていうような感じの映像を作れる会社、これも たくさんありますしかし、かっこいい動画で、なおかつ心に打つもので、え心に打つっていうのはね、感動するということもそうなんですけど、クライアント側、まあ、要は制作者側がですね、こういう人たちに、こういう思い、気持ちに、この動画を見た後になってもらいたいなっていうふうに思うっていうね、そこにたどり着かすことができる確率の高い映像制作者ってそんなにいないと思ってるんですね、はい。で、かっこいい動画のいいところは何かっていうと、こうセールスにおいてですね、なんかこう、セールス、まあ、要は 広告だなとか何か売られるんじゃないから今からとかっていうふうに思っちゃうと人って必ずブロックが入りますよね。なんだただの広告かということでねもう消しちゃうわけですよね。最後まで見ないわけですよ。最後まで見てもらわなければ、ね、最後までかどうかわからないけどとりあえず見てもらわないことには作った意味もないですよね。もちろんその作ったものが何かわからないままで閉じられてしまうわけですから見てもらわないといけないわけです。ってことはやっぱりその広告感をいかにその払拭すること ことができるかっていうところを考える必要があるわけですね。で、まあ、その払拭する方法っていうのは本当たくさんいろんな手法が。 あるわけですけれどもえ、我々そのクリエイターとしての立ち位置から言うとですね、いかにかっこいいものを見せるかっていうところで広告感を払拭することができるってこれ一番ベストだと考える方多くないですかね。え僕はそうなんです。なんかやっぱりかっこいいか元々ねやっぱりファッション業界からまあこの業界に来てるもんですから余計にそう思うのかもしれないんですけれど、やっぱりこうクリエイティビティのねすごくあの高いもの要はかっこいいとされるものを見せてでそれでなんか広告 この払拭の仕方っていうのが、やっぱりなんか自分には合ってるかなっていうふうに僕自身はそう思っておりまして、まあ、例えばレッドブルの広告なんてかっこいいじゃないですか、ねあの映像ね、こんなの、なかなかね僕たち弱小には撮れないような映像なんですけれども、あのまんまは撮れないけれど、ただ、あれを参考にして、ですねああいう壮大なものを作るってことは多分できると思うんですよ。 ね、そういったことの技術を持ってるのが、我々映像クリエーターなわけでありましてで、あとはそういうことができるんだから、あとそこに、わー、かっこよかったね、へで終わるんじゃなくて、それを見せた人がです、ね、何か自分たちが思うアクションを起こしてもらえるように、仕向ける、そういった映像力っていうものを身につけるっていうのをね、えー、とここに、えー、と僕は完全に特化して、そこにばーっとぶち切ってるわけなんです。なののでままあ、だにずずっっとと、ねまあ、セールスライティングの勉強はししてますし、まあ、今も 勉強勉強でね、もうすぐね認定セールスライターっていうのをね、えー、とこのダイレクト出版まあ大体ねビジネス関係いろいろと勉強なさっておられる方でしたらまあ誰でも大体の方が知っておられまだ10年ぐらいの若い会社ではあるんですけれどもね確かすごい急成長してる会社なんですよ、まあ、そこが発行する認定セールスライターっていうのをね今取りに行ってるわけなんですけれども原理原則が変わんないにしてもただやっぱりその世の中にあるものだとか世の中の流れっていうのはやっぱり変わな 変わってき続けてますから、すごいスピードで変わってますよね。ここ最近特にね、この10年すごいスピードだったと思います。そこはね、ずっと勉強し続けていく必要があるわけなんですね。で、まあ今は僕は映像クリエーターとしてやってるわけなので、その映像 ににいかここれを落ととし込むことがで、きるるかっってていうそういいううううそた目線ででもう一度フラッッシュアップし直し直状況であります、はい、でぁ、まあ、ちょっとね、最近ちょっと前回の動画でもお伝えしたようにちょっとバタバタしていて、あのいろんなことをちょっとやり始めようとしているので、まぁ、あ、ちょっと今バタ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 なっちゃってるんですけれども、とにかくこの今回今日ねパッと朝起きて YouTube Studio を見たらですね、2000人ってなって、 超えたんでうわこれは嬉しいなっって思って思とにかく皆さんに何か価値ある情報を提供できないかなとかって思ってですね、まあ、み,んなみ,みんながみんなに価値が提供できているとはもちろん思わないんですけどこういう興味ない方も、ね、おられると思いますし逆に必要ない方もいらっしゃるかと思いますのでそういった方々の,、ね、あのお時間ちょっと無駄にしてしまったかもしれないんですけれども、えー、ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。でえー、そういいっった方々がもしいらっしらゃればですねこの本 をご紹介して終わりたいいなと思います、えー、これね GACKT さんの本なんですけど僕 GACKT さんね実際に会ったことのある男性の中でもうね一番かっこいいと思った方なんですねもう惚れまくってます本当にかっこいい方ですね。GACKT の勝ち方っていう本がこうやってありますんで僕これね結構自分の中でバイブルになってるって今でもずっとなんかちょっとへこんだりとかした時とかと、うん、ちょっ とゆっくりしていなとか、本当はしちゃいけない時に、ゆっくりしたいなって思っちゃったりとか、する時ってあるじゃないですか、やっぱりね、僕たち人間なんで、そういった時に、ちょっとこうね、開いて、うん、まあ、ちょっとなんかこう、ベランダ、うちベランダにあのハンモックみたいなのがあるんですけど、そこにゆらゆらしながら、こういうのを見て、そうだよな、よし、やるぞってこう決めて、またやるっていうね、そういうのを使ってる、使わせていただいている本ですで。ぜひともね、この本も手にしてみられてはどうかなということで、最後、締めくらせていただきたいと思います。 はいちょっと重複しますけれども、2000人、なんとかの登録していただけて、本当に嬉しいです、ありがとうございます、えー、まだね、えー、とこのチャンネルも4か月、4か月ですね、4か月でなんとか2000人クリアすることができました、まあ、この調子でで、ね、3000人、4000人、1万人と、できるだけたくさんの方々にいろんなことをお伝えできるようなチャンネルになっていければいいなというふうに思っておりますので、どうか皆さん、これからも応援の方どうぞよろしくお願いいたします。はいというわけで、ちょっと今回も長い動画になりましたけれども、ここまで見ていただいてありがとうございました。それでではままた次の動画でお会いします どうもありがとうございました。